予報センターから関東エリアの大雨に関する情報をお伝えいたします。現在東京都それから埼玉県こちらで非常に激しい雨が降っています。道路の冠水などのリポートも届いています。こちら東京都板橋区の光さんから冠水、水が激しく流れ車が水しぶきを上げていますといったようなリポート、このような道路の状況の写真のリポートをいただいています。このような道路の冠水のリポート非常に多く届いています。雨雲レーダーチャンネルで現在の様子見ていきますと、東京都の23区北部それから埼玉県の南東部といったところで激しい雨になっています。この激しい雨この後東部の方に進みまして、東京の足立区や葛飾区こういった東部のエリアでは22時頃まで激しい雨続きます。冠水や河川の急激な増水こういったものに十分に警戒してください。以上予報センターから関東の大雨に関する情報をお伝えいたしました。ウェザーニュース。